パイダーチャンネル、皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。今日で3回目ですかね。前回に引き続き中小企業の海外展開、出ない戦略についてお話をしていきたいと思います。ここで言う中小企業とは、売上数十億円から数百億円でしっかり利益が出てる企業ですよというふうに定義をしております。日頃よりスパイダーチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊、この一冊で全てがわかるグローバルマーケティングの基本が出版されました。ぜひお近くの書店アマゾンでお求めください。番組概要欄のリンクも合わせてご覧ください。今後とも森部和樹とスパイダーチャンネルをよろしくお願いいたします。まあ、その中小企業がグローバル展開をする際に、私その出ない戦略を徹底してくださいと、とにかくその海外に法人を出すなという話をしました。でなぜならば、基本的にはその海外で売り上げを上げる、特に新興国で売り上げを上げるというのは非常にその難易度が高くて、想定通りにはいかないと、 99.9% いかないと思った方がいいでしょうと。で3年で黒字化するつもりが4年5年6年と伸びている大企業を散々見てきているので、経営資源が圧倒的に少ない中小企業がそれを計画通りにやっていくということは難しいですよと。でその利益が計画通りにいかない中で、現地に法人を持つということは出血をし続けるということなので、利益が出るまで出血が止まらないわけですよね。で出血をしたまま戦うっていうのは、これはまあ非常に難しいし、多くの場合途中でくじけて撤退というのを、まあ、たくさんこの20年間で見てきました。なので基本的にはその中小企業は出ないということが前提です。でまあ、この番組は全て製造業が対象なので、製造業前提でお話をしてますが、でその中でじゃあどうすればいいのかということで、輸出でやりましょうねということでお話をして、輸出の場合は、まあ、B2C のお話を前回したのかな。でその B2C の企業はまず国を選びなさいと、国に選んだ国によって難易度が全然違いますよと、ベトナムに、中小企業が輸出でビジネスやるのと、マレーシアやるのとは全然違いますよ。なぜならばマレーシアは SMT で、シンガポール、マレーシア、タイの先進 ASEAN の一角を担っていて、一人当たりの所得も圧倒的に違いますと。そうすると輸出でやるってことは100円のものが150円200円になる。でその中でマレーシアではそれを買える層がベトナムよりも圧倒的に多いですと。でそうすると皆さんの商品が売れる確率論が格段に上がる。一方でベトナムは8割以上が伝統小売の市場で、伝統小売に輸出してきたものを、輸入したものを、輸入品は並びませんので、基本的には3000店舗強ぐらいの近代小売に並べることになると。で3000店舗をやるためにベトナムに出て苦労するんだったら、国内の地方都市を狙った方がいいんじゃないですかということをお話ししたので、国選び気をつけてくださいねということと、あと都市をやるんですよと。ベトナムやるって言ってもホーチミンやるんだし、マレーシアやるって言ってもクアラルンプール、ケイロをやるんですと、もしくはジョホールやるんですと、タイをやるんではなくてバンコクをやるんですと。基本的にはその郊外とか地方の地域というのは所得がどんどん下がっていくので、首都を狙うと。首都と地方部 その所得の格差が、まあ、日本はまあ大体こう慣れてるのかもしれないですけど、こんなに差があるので、基本的には首都を狙ってくださいねというお話をしましたと。で出ないで輸出でやりますと。で輸出である程度天井が来るんで、でも天井が来るってことはある程度輸出で、まあ菓子で確か例例えたのかな、菓子でね、20億ぐらいいけるんですよ、1カ国 ASEAN で。で20億ぐらいまで行ったら初めてどうするかってことを考えたらいい。現地に生産拠点を持つのとか、現地に販売拠点を持とうとかですね、そういうふうに考えたらいいので、まず一つ B2C そうですよと。で B2B じゃあどうしようという話が今日の本題なんですが、B2B はね、その産業集積地なんですよね。部品を作ってるということで、その部品を、まあ、工場で何か組み立てて完成品にするためにその部品が必要であるということは、その部品をたくさん使う産業が集積しているエリアに出るということが必要で、国でもないし都市でもないんですよ。産業集積地なんですね。で、まあ、新興国全体を見た時にいろんな生産工場がこうあるわけ で大きく分けると日系の工場、外資系の工場、中国ローカル系の工場というふうに3つに分類できると。でそうするとハードルが一番、低いのが日系です。だって日本人だし、
日本でも取引してるかもしれないし、お互い勝手が分かってるので日系の部品を買ってくれやすいと。で一方で、まあ、最近はねローカルの部品でも、もう比率が変わらないからローカルの部品買うよっていうところ も当然増えてきてるんですけど、まあ、理論上はそうですよね。で次に外資系、外資系はローカルの企業や中国企業よりも、まあ、お金を持っているし、売っているものの単価も高いので基本的には高い部品を買えると。で一方で中国製やローカル製はそもそも完成品になった時の値段が安いのに高い部品買えるわけないんですよね。で一番ハードルが高いと。でそう考えた時にやっぱりその狙うべきは日系外資系から狙っていくっていうことをやっていく。でもうね日系企業もうこの部品はローカルに切り替えてしまってるとかっていうとかもう本当に20年前ぐらいから始まってたんですけど、もうそれがだいぶ浸透しちゃってるところはですね、いくらもう押し込んでも、部品の現地調達なんていうのはもう進んでいる産業に関してはもういくらあがいてもですねなかなか難しいところがあるので、やっぱり別の形で付加価値を出していくしかないので、そういう部品はまあ対象外ではありますが、まあ、B2B へ産業集積地を狙いましょうというのが一つ、大きな方向でございます。でまあその B2B もですね、その生産工場を作るっていうのが、例えば現地にいるそのメーカーさんがその部品をもう大量に毎年買うんだっていうことが決まって、まあ昔からあるいわゆる親会社というか納品先に引っ張られて出ていく海外展開とかですね、日本で作ってたがコストが合わないんで海外に工場生産拠点を移転して、それを日本でまた輸入し直して使うみたいなね、こういう展開であればまあいいと思いますけども、基本的に現地で作ったものを現地で売るって言ってもですねなかなか売れないので、やっぱり輸出でやっていく中小企業は、っていうのがいいと思いまして、まああんまりまあ中小企業は海外に工場を持ってっていうもう時代じゃないですよね。で日系企業が今後その完成品メーカーがですねあらゆるインダストリーで本当にグローバル競争を勝てるのかってことを考えていかなきゃいけない、中小企業の部品メーカーはですね、なぜならばそのグローバル競争で自分が属しているインダストリーの日系企業が負けたらですね、結局そこを相手に商売してたら自分たちの商売もどんどんちっちゃくなってくるわけですよね。だから例えば自分たちはこのインダストリーの部品を作ってるとなったら、そのインダストリーの完成品メーカーのグローバル競争が一体どうなってるのかを見極めてですね、中小企業だから海外の外資系の企業とは取引できないとか難しいとか、ローカル系はどうのこうのって言ってる場合ではなくて、完成品メーカーのグローバル競争がどうなってるかっていうのはやっぱ常に見てですね、勝ち馬に乗っていくってことをやらないと、もう昔みたいに上の言うことを聞いていいものをしっかり作ってれば買ってくれるんだっていう時代がもうなかなか難しくなってきてる。日系の完成品大手完成品メーカーがグローバルで負けたら、まあそのまんま芋づる式に負けていくってことになるので、もう系列とかって言っている場合ではないということは、まあ認識をするべきだなというふうに思います。いろんなインダストリーを見てきてですね、まあ日系企業は必ずしもグローバル競争に勝ててるかというと、まあそうではないというか、まあかなりの領域で負け始めているので、そこは一つ中小企業もこれから視点を変えるというかですね、視野を変えて見ていく必要があるんじゃないかなというふうに思います。はい、それでは今日はこれぐらいにして、また皆さん次回お会いいたしましょう。